耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、ぐすらじこの番組はカトレジーナの提供で、滑る玉順がいつもメインパーソナリティなんですが、本日はお休み、はいそうそしてむくむあずあず、それから今、声が聞こえておりますけれども、はい、はいはい、アシスタントの守備ごと中修ーですそれからアシスタントの愛でお送りしまーす。さあ、健康情報番組ということで、ぐすらじ始まりましたけれども。うん、はい 今日はえっ、ー、と <laughs> FM 那覇での放送は年明けはい。<laughs> 何回目ですか?。差し一回目です。一回目の放送ですか?。あ、あ、いやいや。二回目?。二回目。二回目の放送ですね。で、収録自体は、え年明け初、一発目ですね。はい、でございます。皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、耳薬ラジオですね。健康情報番組とお伝えしたんですけれども。え、この番組、どんな番組かというとですね。え、皆さん、体が疲れたり。 何かか不調が出たとって体、うん、足とかむくみますよねむくみっていうのはこの体のの不調のサインだったりしますぜひこの健康情報番組いろんな情報をしゃべってるのでここからこう体のむくみが取れるようないい情報を耳から得て毎日を健康になってほしいという思いを込めて「耳薬ラジオ」とえ毎週月曜日の15時から FM 那覇で放送しておりますのでぜひえお付き合いくださいはい。 はい、よろしくお願いします。さあ、ということでですね、毎回テーマがありますね。はい。今日のテーマ、発表…はいはい。じゃあ、お願いします。はい。せーの授乳です。今日のテーマは授乳です。はい。はい。さあ、あの自己紹介もしないままテーマ発表来ましたけれども、はい。あの…シューピー。はい。 アシスタントのシューピーは、はい、一体何歳で、はい、子供がいるのか。<laughs> 何のお仕事してるのかもちょっと聞いてもいいですか。いいですか。はい。ええ。授乳の話が果たしてなんかねどこまでできるのかメンズなのもそうですし。なるほど、わかりました。そうリスナーさんパパかどうかもわからない。ね多分。じゃ個人情報言いますと。個人情報個人情報オープン。ええ私はですね26歳男性の。男性のなね聞いたら。あ男性だったんだ。あまじか。言わないとわかんないです。ねそうかな。実は実は男性だったんですけどはい。 それでで独身ございますね授乳っていうテーマになりましたけど本当に無知なので。そっかないでですすかそうねって言ってもなかなかなんていうんですかねどこからどういうところはアドバイスしてなんていうんですかねお母様方にしかわからないお母様方お母様方ママさんたちにしかわからないなんていう事情もあるでしょうしそういったところで一概にこの専門的なとこだけでアドバイスっていうのも

疑問点とかなんかそれってどうなってるのとかそういうのがあればぜひ聞いてほしいと思うす男子目線で男子目線ねあの独身の人がこうママに対してどう思ってるかとかそういうのを目線合わせじゃないけど分かってもらうのにすごくいいからじゃあ愛は普段は何をやってて普段はですね柔道整復師として骨折捻挫だっていう打撲を見ているお仕事。 整骨院で勤務しながら、うん、でえっと2歳と1歳の娘と息子を育てながら、うんはい、おめんつゆ仕事しております,いいすねはい,いすごい授乳は今は今はもう卒乳しましたなのであずさんが最近でしたっけ、はい、ちょっと 私もですね、普段は温活とアロマの講師とかあとはトリートメントをやってるんですけど子供が私自身が32歳で子供が4歳と2歳が女の子です。可愛いい、いいでです女子人お父さんしがそうあ そうなんですお父さんからしたら大変でしょうねでもねまあねうやかましい女子がいっぱいいみす。いまあ今日のテーマ「授乳」っていうねあお話なんですけど私自身2歳の子が今2歳半なんですけどついこの間卒乳したんですまず卒乳みたいな感じでそうですすねちなみにか人によるけど赤ちゃんって何歳までおっぱい飲んでるイメージありますか 赤ちゃんですか。どうだろう。一歳どんぐらいだろう。いや、イメージ。でも、だいたい一歳ちょっと過ぎるかな、ぐらい。うん、なイメージ。で、そこから離乳食。とかも始めていくのかな。シューピー、周りに子供はいるんでしたっけ。子供。持ちの友達。子持ち持っている友達はいますね。 もう二人え二人持ってる子がいますか、ね、うそういうママとかお友達とか見ててどうですかああでもどうですかねなんか結構でもあまりこう深くなんかこう,こう育ててる環境とか見ていないのでなんとかもうあっかっかやっぱ漠然としてるんですよねうん、うん、どうしてももう 気づいたらもう大きくなってるみたいな。そうですよ。そう、もう、あ、歩いてるとか、なんか、もうおっぱい飲んでるとかじゃねえよ。そうですね。逆に成長ってすごい早いなという実感がすごいあって。その周りを見てると、成長早いよね。早いですね。自分の子も人の子も早いですよね。自分の子も人の子も両方早い。そうですよね。 いや、この前生まれたばっかりや、あいつの間にっていう感じは、もうなんか喋るようになって、なんかもう学校行ってるの。早いねみたいな。ちょっとおじさん気分になるんですけど。おじさん気分。まだ二十六歳ぐらい。はい。独身なんですけど。まあ、授乳っていうと、なんか、思い出とかありますか。あと悩んだこと。そうか。学習で悩んだこととか。そう、私は、もう全く、あの。 出るけど量が少ないタイプだったんですよ。たまらないタイプなのでなんで子供もちょこちょこ飲んでちょこちょこ飲んでの繰り返しで,でこのまたそうで,すそうです。で、たまるまで時間かかるみたいな感じだったのでなんかそこは子供に何か満足させてあげられてないのかなっていうのは最初悩みました。 でも結構あの初めの一週間っていうか何日間かはあまりおっぱいって出ない出にくいですよねこれ知らないで自分は出ない体質だって思ってるお母さんも結構もう結構すぐ出るもんだと思って悩んでしまうでもそういうイメージありませんか自分がママママだとして自分があげる側ってしたあげる側だったらうんでしょうと思いますそうすぐ出るって思ってますねそうそうそうだからね違うのよ 不思議でしょうこういうなんかまた練習練習なんていうんですかねなんかやるんですかうこう出す、出るようにする出す練習 <laughs> す <laughs> あるんですかそもそもでも人間の体の作りとして、うん、産んで胎盤が剥がれてからが出産が終わったっていうねうん、うん、体の仕組みになってる。 が胎盤が剥がれて初めてちゃんとホルモンが分泌されてそこを脳が受け取って分泌が始まる。ホルモンですね。そうであの産んだ後って三日間ぐらいおっぱいすごい張りますよねめちゃくちゃ痛いですね。なんかあんまり出ないで全然出ないくせにすごいおっぱいが張る。その時に出るわけではないんです。そうなんです。あそうなんだ。張ってるからなんかこう。でも作られてるね。あ作られて。あ作られてはいるけどでも出るわけではない。そうなんです。 で出るためどうするんですかまたそこでマッサージしたしました何それって感じじゃないですかしまし夜中から助産師さんにやられたやられましたこれもしリスナーさんで今からおっぱいあ出産したいとか例えばなんか今もう臨月とかね後期に入ってる人とかだったらもうぜひやってほしいと思うんですけどあのね マジでこれやらしい話じゃなくちゃんと乳首をねこねこね,こねして柔らかくするのとあとはあのちゃんとねおっぱいって出てくるところにちゃんと穴が開いてるんですよ見えないですけどちゃんと穴開いてないと出てこないからこれをちゃんとね開通させないとおっぱいって出てこないのそのためにも産んだ後助産師さんがさこのハッっぱがグリ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 ってちゃもう子ね チャーコネ。で、それでちゃんと開通させて、<laughs> うんうん、ででしっかり吸わせて、やっと出るようになりますね。うんうん、うすそうなんだ。意外に道のりがあるんです。うん、そう、もう私ね、陣痛よりあのおっぱいの張りが辛かった。 いやだって今からスタートでしょ腎痛は終わりがあるじゃないですかえいはいはいだ今から始まるのにこんなに強いなのみたいなもうやだもうやだみたいなですよね確かにそうなんですよこれって張りすぎてもやっぱ良くないんですよねなんかやっぱ張ってでも出してったら張りはなくなっていくんですかおっぱいちゃんが出るようになればうーんそうでもないそれとちょっと別になってくるよね違うんですねだいあのそのおっぱいのそのが落ち着くまで 月らいかかるるってて言われんですそれまでは人によるけどあんまりなんか貼らないできないタイプの人とそれから私結構ね分泌型でよく出るタイプすごい貼ってる人だったりそういういろんなタイプの人がいるんですけど34か月は結構みんなリズムとか体がちゃんと慣れるまでは大変な思いをしてるお母さんは多いと思います。

ピンのポエムのコーナーやる両ポエムありますよね両ポエムあるあるんですかねもちろんもちろんかもしれないですねオッケーオッケー今日は愛のコーナーもあるおーありますよもちろんあるはいありますよちょっとあのねあとね授乳の小休憩の時にコーナーを入れたいと思うのでこの後またね少しその生まれた後のお話もしていきましょうはい。はいということでこの番組はカトレジーナの提供でミミクセラジオお送りしております一旦 CM はい 耳耳から取取れるむくみ取り、耳ぐすララジオーぐーラジオ。さあこの番組はですね安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できるコミュニティカトレジーナ共和国の提供でお送りしている、えー、健康情報番組でございます。はい。はい、さあ、ということで今日のテーマ「授乳」でお話をしてるんですけれども、はいはい、産んだ後のお話ね、はい、まあ、みんな苦労するんですけどその詰まるっていうのが何かわからない。 おっぱい詰まるのって感じ。ちなみにおっぱいって何で出てきてると思います。おっぱい、脂肪。あ、そう。あ、そういうことじゃない。そういうことじゃない。間違いないで。間違いないですね。そうだね。あの、そうだよ。おっぱいは脂肪でできてます。じゃあ、母乳は何でできてる?。母乳は何でできてる。母乳何でできてるんだろう。うん。なんだろう。 なんだった?。なの分泌物?。何かの分泌物。あれは子供が飲むんですか?。分泌物、分泌物。分泌物って、でも、何だろう。何出てるんだろう、それ。そう、なんだ、何、何だと思いますか、これ。難しいですね。難しい。チューピーにも流れてる。もそう、普通に流れてます。ないと生きていけない。ないと生きていけない。謎かけみたいになって。る血液。正解。そう、血液でできてるんですけど。 血液ってドロドロになったりするでしょ食べるものによって全然変わるでしょ状態おっぱいも一緒なの母乳も状態によってやっぱりあのねおっぱいってね成分があって作り置きじゃなくて作り置きじゃなくて作乳して作乳ってわかりますか取るそののまま本当にに牛さおみたい 取っっってて置いいととくこもあるのおぱ例えばね預けたい外出したりとかそうするときにミルクを飲まない赤ちゃんもいるの母乳が好きすぎて赤ちゃんの味覚ってすごい繊細だから飲まないとき用に搾乳しておっぱいのストックを置いてたりとか母乳のねするんだけどそれさ見たことありますありますありますあれ面白いれ面白いですなりがって感じでしょですかあのね 母乳って時間経ってこうやって置いておくと2層に分かれるんですよ、うん、ああそっか分なんていうか水分となんかその沈殿物分泌物これ多分脂質とかなんかいろいろねうん、うん、入ってると思うほど。うんうん、そこのねそのちょっと透明な部分水分とちょっと栄養価が高いところと分かれて、うんうん、ここの部分を見てるとやっぱ色が違ったりとか。うんあ すするんですよ、ね、<ー>やっぱそういうのを見てるとまあイメージとしてはやっぱちょっとなんか乳腺炎とかなった時とかってなんかね、うん、やっぱおっぱいもドロドロしちゃったりとか溜、うん、まりすぎるとあんまよくなくて詰まったりするのよ。うん、ううで入り口がさあ,あってここが詰まっちゃったりとか入り口のおっぱいの出口が詰まっちゃったりする,詰まるうかう そうすると、そこから炎症を起こしたりとかして、熱まで出る。のあ、そうなんですか。あります。みんな経験あるんですか。ある、ある。全員あるんです。手前、私は乳腺炎。手前の。私の、手、までも乳腺炎で病院まで行くわけじゃなかったから。まあ、乳腺炎はね、乳腺炎かもなみたいな。なんか、おっぱいが痛いみたいな。痛い。の。そうですよね。炎症を起こして。でも、その。 ダルサの中でも授乳しないといけないですよねそうなのよなんかあ待ってくださいでも炎症している時のでも成分で違うはないですかそれでもあ、それはね大丈夫なの大丈夫なんですかだから例えば風邪ひいてる時っておっぱいあげた方がいいんですかとかあげちゃいけないですかとかよく言われるけど あの母乳にウイルスが混入することはちゃんとないように体ができてる、うんうん、ほぼほぼ赤ちゃんに行かないといいないもんね。んね赤ちゃんのそれだけバリアはすごく発達してるって言われます。すごい逆に、うん、風邪ひいてるときとか何かウイルスとかに感染してる時の方こときの母乳を飲ませた方が赤ちゃんに抗体ができるっていう説もあるね。あです。よね 母乳をやっぱ母乳成分がやっぱその免疫ブログリンなんだっけグロブリンとかなんかそう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 ,そう、うん、要はお母さんの免疫をそのまま受け継ぐためにおっぱいってちゃんと飲ませた方がいいって言われてて半年間は本当病気しないって言われたりするので、うん、アレルギーとかにもいいんでしたっけそういう母乳の成分なんか一応免疫<ー>よく言われるけどどうなんですかね,ね<ー>この話は私はあんまりちゃんと調べたことないかな母乳で育てた方がアレルギーが 出にくいで安いってよく言うって言うけどうなのか納得する記事はそれは探したことないだけど多分母乳をあげたらいいかどうかあげるあげないとかじゃなくて多分お母さんの体質が遺伝っていうかそのまま降りてきてるものだから多分母乳あげようがあげまいがもうもらってるものはもらってるっていうかね生まれてからはね 子どもの体質ってやっぱある程度ちょっとお母さんの影響がね,大き,よね大きいですねうそう出産はだって最大のデトックスっていうぐらいだからうん,うんあデトックスそう<ー>赤ちゃんがだから悪いものもらってくれるのよああだから初め生まれた後の赤ちゃんってブツブツできたたりりしてんの見たことあります、うん、あ乳児湿疹乳児湿疹って言うんだけど、えー、そうそうこれ別になんか ね初めてのお母さんだったらさ、かわいね、あ、本当あのね、ブツブツになったりニキビみたいのがいっぱいできたりする。かさぶたみたいなのが。かわ可哀想。生まれてすぐできるんですか？どれぐらいかな？ちょ、っと、二三ヶ月ですか？二三ヶ月。結構早い子は早いでもすぐ出ますよね。一ヶ月で全然出ます出ます。じゃあみんななんかあちょっとどうしたんだろうで気にしちゃう。うん。ひどい子は本当にアトピーじゃないかって思うぐらいね。 でもそれってあの赤ちゃんがやっぱりお母さんのものをもらって体の外に出ようとしてるデトックス、うん、だからある程度過ぎると落ち着く子も多い。うんうーん そうそうだからなんかあんまり心配しなくていいかなって感じでそうやっぱ体感んかこれ、まあ、ぐすらじとかこの健康関係では何でもそうですけど、はい、体に起こってることとかできてる出来事ってやっぱ全部意味があって起きてることねそうですね確かに <laughs> そうだからついついかわいそうだからって言ってなんかお薬塗った方がいいかなとか<ー>もっと大きい子でもなんかこう早めにステロイド塗ってあげないといけないかなとかっていうとう <laughs> 症状は多分治まるんですだけどそれって出そうとしてるものに蓋をすることになっそうすると何が起こるかっていうと別のところに症状が出たりあとは後々になって違うことで大きく症状に出たりやっぱりしっぺ返しが来るので大事なのってなんでそういうふうなことが起こってるかっていうちゃんとした情報を知ることそれがうですねサイン出してますもんね子供がそうですよ 体が素直ですもんね一番そうそうそうだからね初めての子育てだとびっくりしちゃうことって多いけどいっぱいありますねそうなのよもうだって産んだらお母さんうんって感じだよね本当ですねでも生まれてすぐそうイベントがあるともうすでに大変だなってイベントも産む時点でイベントですかね出てきて翌日からどうにかしないといけないね。あれ意外にびっくりじゃないですかびっくりでした 意外に。意外に。意外に。いや、私も産むまでは、なんか産んだら、なんか。おっぱいもあげられて。なんかおむつ替えできて、なんかうまく抱っこできて、なんかうまく痩せるのかなって。思ってました。思ってました。実際はどうだと思います?。ええ。わかんない。未来のシューピーパパへ。ね。送る。送る。ママの真実。ママの真そうですよね。でも、どうでも。 うまくいくっていうのはちょっとね大変なんでしょうね。そうなの。ね、やっぱ体形も変わるでしょうしね、なんか体質とかどうなんですかね。今ちょっとトンチンカンな話。今だいぶまた話が大変そうだったのでここはちょっとスルーして、スルーして、いろいろ。愛は産後の授乳一発目どうでした？もう一発目は一応あの一人目は大きく生まれたのである程度。 あの数値からはあったんですけど本当に私が出ないかったっていうのがそそんなにあのそうですねさ1人目の時は全く出なくてでももう本当に出てないけどもう吸わすのが大事ってやっぱすごい言われたのでもうとりあえず加えさせてそしたらやっぱ出てくれたのでそこからはどれぐらい期間かかりましたあでも 週間ぐらいだから全然足りなかったんでもう少しちょっとミルク足しながらちょっと母乳メインにゆっくり持っていったみたいな感じでしたなので私の場合は子供は上手に吸えるけど私が出しきれないみたいな感じだったんで意外に吸えない子もいますもんね赤ちゃんでも。だかからそそれこなんすぐ あの動物的なイメージですぐ吸って出る、うん、ってイメージだったんですけどうもう一番そこがなんか現実と向き合った、はい向き合った感じが授乳する練習するのよ <laughs> 産んであのボロボロの体で<ー>なんかあのねなん新生児室みたいなところの近くに行って、ね、3時間ほどに <laughs> よだよだそうような <laughs> ようなこうやって抱っこしながら <laughs>、うん、なか どうやってて、たらいいの,の <laughs> <え>ここに枕入れて高さ調整して、うん、そうこうやってできるだけだからもうずっと続くから3時間ごとに3時間ごとに3時間ごとに,ごとに,ごとにずっと続くのよ授乳って<笑><笑>、はい、ああそう飲ませないといけないんだそう,うまあ変な話私4年間4年半、うん、まあ昼間はね保育園あげてる時はあげてないけど 子供と一緒にいるときは大体3時間ごとには必ずおっぱいあげるすごい感じ1日10回近くはもうそうそれがずっと続くのよまあ1歳で終わったとしてもやばくないそうするとやっぱりあげ方とか自分の姿勢とかどういうふうに楽にあげられるかもっていうのがすごく大事やっぱリラックスしてるほうが出やすいとかもあるもちろんもちろんもちろん 何、母乳は何でできてるんでした？え、血液です。そう。で、血管の状態とかを考えてもらったらいいと思うんですけど、そうですね。本当、やっぱりストレスがかかってる時の血管の状態って、うん、あ血圧高いですよね。収縮してるじゃないですか。そうするとやっぱり体の血流が悪くなっちゃって、やっぱりなんかうまく出ないとか、うん、周りの友達を見ててもやっぱり旦那から超ストレス受けてる。おっぱい出なかった。あさあずがすごい笑って。 すで,すね、あでもそうですよね、本当、うん、いろんなストレスがかかりますもんね、産後、うん、特に横でぐーぐー寝られるパパにイライラしますし、お前、寝てるんじゃねえよみたいなね。 えじゃあそんな気はったらやっぱなかなか出ないの余計に助長しそうですよねだからあんまり何も気にしない人の方が何のトラブルもなく言ってる人が多いかな、うん、そうでやっぱなんかお赤ちゃんの口に入るものだから結構気使うお母さんいますね食べるものから薬やら結構気使う方はね、うん、そうすごい神経質になりますよねな<る> けど<え>この助産師さんが言ってたのはうん、うん、そうやって気を使ってるお母さんほど入腺炎になるのよねってへでなんかあ,あ,あんまり気にしてないですっていう人ほどよく出るトラブルもなくあずあずはなんかどうだったんですか<初>私は生まれたばっかりの時うん、うん、私ねあの産む前にあの助産院に、うん 母乳育児講座っていうのを受けに行ったのあすごいそういうのもあるんですねありますあります私が行ったところは小森助産院っていうろで紀伊野湾にある有名なところなんですけどやっぱりなんかそのおっぱいの仕組みとかあすごいそこから勉強する勉強するすごい要はなんかこう赤ちゃんが目の前にいて3時間ごとに飲ませないと3時間以内に飲ませないと脳は 赤ちゃんがいないって判断するんですって。三<ー>時間ごとにあげなさいって言われたでしょ言われました。言われました。それは。そうそうそう,そう,そ,うそう。それはちゃんと吸血って言って、おっぱいをそう吸うことにが。で、脳みそに刺激がいって、ホルモンが出て。分泌されるっていうのを、赤ちゃんにやってもらう。 授乳って親子の共同作業なんですよあじゃあ3時間でちょうどいい時間なんですかこの上げる時間でそれも私一番初めだから3時間ごとにあげればいいと思ってたい。<ー>3時間ごとって、うん、言われたから先生に病院の先生に、うん、で,で途中でなんかミルクもあげなさいとかなんか何かをあげなさいとかって言われるからっていう病,病院だったのねん,、うん、んだっけ、うん 糖水糖糖糖水水水ってね砂糖水みたいなのを赤ちゃん初めて足りないからあげるんだけどそれあげなさいって言われたから糖水あげたらおっぱいあげなくていいのかなとかよくわかんなくてあっそっかそっかこれも病院によるんですよねあげるあげないなんかそれでなんか結局どうしたらいいんだろうっていうのが悩みだったなるほどけど結果的にはあの3時間とか決まり まあ、子供って言えばマニュアルじゃないので、赤ちゃんが欲しがるときにあげる。うん。のが一番いいので、うん、別に三時間にこだわる必要ないし。い赤ちゃんが欲しがったら、ちゃんとあげる。うん。が、そもそも、あ、あいう糖水とか水分補給も、本来は赤ちゃんでいらない形で、本当は生まれてるから。ああ、うん。そうそうそう、そうなんです。あ,<ー>あの、体重が下がっちゃうんですって。あ、うん、そうなんですか。ああ。そう、出てきて。うん。 赤ちゃんむくんでるしむくんでますねもうすっごいむくみまくって出てきてパン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 でシュッてシュッてなってたんですよねだけど病院としてはやっぱ体重管理が一番の目安だから生まれた時より軽くしないで返すでもあれもね病院の都合だなと思ったりしたよあそっかそっかへえいやすごいこんな勉強をしてから あののの産むに取取りり組組んんだだだ面白かかったらすごいおっぱいマッサージとかもちゃんと習ってちゃんと柔らかくしてからあげたりるとか逆に輪月になったらよくあのほぐしなさいって言われますもんね乳腺をちゃんと開通させて柔らかくしても先にやっっとくてうそれが大事って言いますよねだってちょっとそんなにやってなかったから切れたもんあ本当ですか切れた おっぱい切れるんですよ。切れる。切れるのよ。あの出るとこですか？うん。あ、マジ。じゃあそれさ？それさとか。大丈夫です。毎日さこうやってさぎゅうぎゅう三時間ごとにさなんかぎゅうぎゅうこうやってやってみ片方。こ摩擦じゃん。うん、そうですね。摩擦だし引っ張られるし。引っ張って座れて。 それこそ授乳が長くなってきたら生えて歯も生えてきますたね。その時のガムっていうのがもう。そんなので出なかったらしたら噛んだりするしうん噛んだ噛んイライラして噛まれますよね。えーえー いろいろあるんですよ。なんか痛くなってきました。授今日からちょっとシューピーちょっと自分で詰めて自分でつねってどういう感じになるか。なるか。どういう感じなるか。もう切れてね、本当に痛い痛いよね。痛い。それでも傷がついててもあげない。あいあない。いやもう傷口をギリギリギリやってみたいな感じ。もう服が擦れるだけもう嫌ですもう。 これが切れるんですよね切れるだけじゃなくて擦れるだけじゃなくて吸われるからまた最終手段ですよね素晴らしいですそんな感じで痛いお話の後に癒されるシューピーのポエムこの後コーナーでいきたいと思いますわかりましたそれでは一旦 CM です。 さあ耳ぐすいラジオカトレジーナンの提供でお送りしておりますけどここで、えー、小休止ということでこちらのコーナーでございます <laughs> はいじゃあ早速いきましょうシューピーのマンスリーポエム <laughs> 自分の時だけやたらとエコーがうまい, <laughs> <laughs> い自分でできますからねこれね自分タイムではいということでじゃあ、えー、久々ですねマンスリーポエムっていうことで、えーまあ、このコーナーはですね まあまあ、体のむくみ取りというところではいろんなテーマトークを繰り広げておりますけども、まあ、心の方ですね、そちらで、まあ、この詩を一つ聞いていただいて何かここに止めておいていただいてそれを何かの教訓とか何かの力にしていただければなと思って、えー、いつも詩を読ませてもらっています。は <laughs> はいといいとうことですねピ様 よよろしいですか。よよろしいよろしいですか。いここ人ね、はい。ここあたね、全然聞いてない,みたいですよ、ね、聞いてないですよね。いはい。じゃあさん、ぜひお聞きください。はい、はい。じゃあお休みくださいませ。じゃあメインパーサーで皆さん。<laughs> <laughs> はい。じゃあ今日はですね、タイトル、えー、指摘者と指導者ということで詩を読ませていただきます。<laughs> 誰にでも欠点や不足しているところはあると思う。ただその部分を指して つまみ上げるるだけで終わるのかその部分を指してより良い答えまで導いてあげられるからによってただの指摘者なのかそれとも指導者なのか変わってくると思う欠点や不足している点は自覚できないことも多いけどある人にとっては自覚しても解決できずいまだ悩んでいることかもしれない自分は導いてあげられる人になりたい そんなことを思う今日この頃ということでですねはい、えー、今日も詩を読ませていただきました <laughs> 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 まあなんでこういうことをねあのー、まね詩をあげたかで申しますと、はい、ね世の中まあ いろんなしがらみありますねしが,らしがらみには一体どんなしがらみがあるのかな、あのーおね、大きく言えないこともあるかもしれませんあの上下関係だったり横のつながりでのトラブルだったりいろいろあるんですけどもまあ実際その上に立つ側の方がいろいろそれをまあつまみを上げてくれるんですけど悪いことだよとかよくないことだよって上げるんだけどもそれを上げるだけだと本当にそれがいいことなのかその方にとっては。 ちょっとよくわからないことのままで終わってしまうこともあるけどもつまみ上げてそれを導いてあげるあのスタンスで何かをものを伝えてあげればこの方にとっては指導者としてその方をまあ認識してくれるのかなとかまあ一つねみんな指導者だよと言うけどまあみんな 指摘してててるだけで終わっっなないかなっていかう,う難しいですよねでもそうやって悩む人も多いと思うんですよねうん,、うん、なんか誰でも欠点は不足してる点はあると思うのででもそれをやっぱ悩んでることは導いてあげられる立場でいたいなと思ってこの詩をちょっと読ませていただきました。導いてあげられるようにね,、はい、ねなかなか難しいと思うんですけども。 ね人間性が試されますね。そうですね。人間性ってなんでしょうね。えちなみにこのポエムは誰作なんですか。これですね。あの作者がですね、えっと2015年9月頃ですね、中修司さんって方が、ああ中修司さんか中修司さんかあの中洲司さんが有名なはいはいはいあの書いててですね、なんてすごいいいこと書いてんだろうなと思って自分でちょっと思って。 なるほど、うん。なかなかね、こういうところにピックアップすることないかなと思って。ポエマーですね、さすが。ね、さすがポエマですこ。この方すごいですね。な,すなかなかポエマーがいい。コーナーでした。<laughs> ー<ナ>ー <laughs> はい、じゃあ、以上で終わります。ありがとうございました。<laughs> 耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすいラジさあこの番組はですね、えー、カトレジーナの提供でですね滑る玉純は今日はお休みお休みです、ね、そしてむくむアズアズと、はいはい、アシスタントシューピーとアシスタントの愛でお送りしております健康情報番組でございますはいあさあ授乳のテーマでやっておりますけれどもはい どうしましょうかね。収入ね。ね話がねたくさんありすぎて。伝えたいことが。そうね。こんなにあるんのに。このテーマで永遠喋れるぐらいね。ねありますね。いろんな苦労があると思うんですけあのすいませんあのさっきから母乳とあミルクってあるじゃないですか。これ使い使い分けなんていうんですかね。なんかどういうタイミングでミルク飲まして。 大体は母乳なんですけど、<ー>でもどういった時ミルクとか飲ませているのかなと思って。これも本当人によりますよね。よ甘味って言われるようは完全ミルク、甘母、うん、って言われる完全母乳。うん、母乳 <laughs> ああ、人によってはもう全く牛。で、あと混合。あ、混合。混合これもね、本当にやっぱりいろんな、うん、話があるっていうか。 なんでもいいと思うんですよ。正直。そう、自分にね。自分のスタイルに合ったものを一番。そう。そういうもんなんですか。なんかでも。いや。結局母乳はやっぱ免疫。完全母乳だったら、そういうのがもちろんいいじゃないですか。そう、いい。そうなの。それがね、一番理想なの。理論的には。ですよね。でもできない理由とか。その方がいいって言われるのがあるってことですね。そのミルク。多分人間。 自の自然な感じとか免疫力とかそういうのを考えるともちろん完全母乳が一番いいんだけどでもなんか今言ったみたいにやっぱり病院の都合もそうだしやっぱりお母さんも初めての育児だから知らないことで自分の中出ないと思っちゃったりとか要はストレスがすごく大きくてうまく出なかったりあとは体の状態的に。あのー おっぱいの形とか乳首の形もやっぱり人それぞれいろんなの、ね、でなかなか子供がお母さんがあげ,られあげるのが難しい体だったりすることもあるしあとはそうだからなんかいややっぱり母乳が一番いいんですよねっていうと苦しむお母さんが出てくる出てきますね。 そうですよね。そうなね早く職場復帰する、お母さんたちはね、早めにちょっと慣れてミルクにね、切り替える人とかもいし。い、うんうん、そう、そう母乳はどれぐらいあげてた方がいいとかあるんですか。なんか、まあ、量、量、んなんですか、期間、わかんないんですけど。干し殻だけあげればいいと思う。あ、もう干し殻だけ。そう,そう,うん、うん。うん。そうなんだ。うん でそこからずっと上げてってでもまたその切るタイミングとかもあるじゃないですかうこ卒入したらねそうそうそうだからそこのなんていうんですかね具合がね具合が愛は卒入はいつですか私はえっと一年ぐらいですかねでも下の子がちょっとあの保育園が早くなったんで下の子は八ヶ月八ヶ月ぐらいですね保育園上げるからやめようかなっていう感じあ。 それも今回はありました。下の子はあって。ただ、あの本人も、なんかちょっと欲しがらなくなってたのもあったんで。なんかそんなに、はい。あの自然と、フェードアウトできたんですけど、なんかいわゆる。なんか我慢させてとかはなかったです。あ、そういうもん。いろんな事情がこれもあるんだよね。そうですね。そうなの、そうなの。 だから一概になんか、かんがいいっては言えないですもん、ね。魅力が良くないとも言えないし。なんかお母さんと子供の状態にね、そうしたものをベストで選べば。うん、うん、うん。どっちの負担になってもいけない。そう、なんかそれこそ、なんかやっぱり。 育児って育児所あてにならないぐらいなんでなやっぱ自分の勘だったりねお母さんが信じて提供できればいいんじゃないかなって思いますそう,う,んう,んそうなんかこう,う今の昔のこのこれなんだっけ なんとか手帳育児…あ、母子手帳母子手帳…昔の…そこなんだっけこれで別れてた…母子手そう、昔の母子手帳にはさ、離乳食を始めるのも5ヶ月からとか1歳では断乳し…卒乳させなさいとかって書かれてた時代もあったんですへえーだからそれが今の名残なのよあ、そうなんですねだけど、まぁいろんなね、あの説があるけど やっぱ5か月から離乳食始めるのは早いって今は言われてたりとか中には1歳から離乳食でいいっていう先生もいるぐらいだからおっぱいって世界的に見れば平均して4歳まで上げてるってへ世界でででは歳ななんんすすかそう世界平均確かね4歳って私が聞いたのではですけどだから1歳でおっぱいをやめないといけないっていうのは変な話この昔の育児 なんだった母子手帳母子手帳。で育った自分たちの親以降の世代が1歳なんだからもう甘えさせないで卒業させないおっぱいやめなさい,なさいみたいな5か月したらそろそろね、あの離乳食なんじゃないみたいな。 要は国がなんかそんな風に決めちゃったもんだからそれに名残がそれにはそっかをこうはまらハマってやんなきゃいけないと思ってお母さんたちはみんな頑張ってるけど子供はそこはいかないですよねいかないです計画通りになんていかないですもんねだからこれもあのよくねお母さんたちに言ってるんですけどその自分 赤ちゃんんののその感覚が大事なんですねうん、うん、で私アロマをやってるのではい、はい、その嗅覚を使っていろんなお話をするんですけど香りを嗅ぎながら、はい、で人間って本当は感覚的に全部自分の必要なものとかどうしたらいいかってわかるはずなんですよ、うん、動物だった だけど今みんな頭で考えようとしちゃって、うん、本当は子どもの様子を見てみたらどうしたらいいかって自然に答えが出てくるのに、うん、育児書とかこういうふうにやりなさいって言われてるのを忠実に守ろうとして、うん、こうやっぱうまくいかなくて、うん、それがスストレスになっちゃうまた今、情報簡単に手に入りますもんねんネットで一言入れればばってやうのように情報出てくるので。 ネットの情報は結構ネガティブな情報が多いですねわざわざなんか私、毎日授乳うまくいってますストレスありませんでで投稿する人いないからそななな人て見見いいネット困った時に情報が欲しくてみんなネガティブな情報とか相談を投稿するからそれを見た人もやっぱね心配になっちゃったりすることもあるから子供をちゃんと見てあげることでこうじゃないといけないっていうのはやっぱないと思うので。 その辺がね、なんか、大らかにできるように、パパがちゃんとサポートしてくれればいいかなって思ったり。はい、しますけれども、はい。ジ十二の話、終わりがありませんからね。じゃ、あこの辺で、お知らせを入れたいと思います。けはい、わかりました。お知らせ。はい。切り替えますね。あ、お知らせ。お知らせ。はい。お知らせの音楽です。はい。 さあ、えー、毎回ですね、はいえー、カトレジーナの提供でお送りしておりますというお話をしておりますけれども、うん、あのスポンサーについて、はい、メインスポンサーについていただいております、はい、でカトレジーナさあ一体何なん、えー、どんなコミュニティなのかっていうところでですねカトレジーナ共和国こちら、うん、安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できる、うんえー、コミュニティ あの美しい女性がいっぱい集まってます<ー><ー>でロングドレスパーティー日本一早い浴衣パーティー海外でパーティー<ん>それから得意を発信する個展と<ん>のイベントとか<ー>あとは読書会オンラインで市中水銘の講座をやったり。<ー> あとはオリジナルブロンブランドプロデュースとかその共和国会議って言ってみんなでその企画して運営をしているサロンです。ぜひねあの詳細はカトリジージのインスタとかフェイスブックがありますのでそちらをチェックしていただきたいと思います。はい、はいはいよろしくお願いします。さあそして、はい、他にもお知らしゃりますか。あはい、えー、じゃあスポンサーねまあ現在も募集しているんですけどもはいまあ。 団体に PR したりとかラジオに出てみたいとか、はい、まあそのこちら沖縄健康追求ラボのプレゼンツなんですけどもそちらの活動に興味があるとかうか、うん、そういったものの理由問いませんので、まあ、スポンサーになってくれる方はあのー、まあ何て言うんですか、ねえー、とそのラジオ内でも宣伝いたしますし、まあ、ゲストにちょっとゲストとして番組に出演できるという権利を得られますので、うん、もし興味のある方はあのー、この「 グスラジのフェイスブックページがありますので、そちらの方からまあグスラジスポンサー希望というタイトルをつけていただいてメッセージを送っていただければあのはい、えー、ねあの検討いたますつながりますのです、ね、<laughs> よろしくお願いいたしますはい、はい、さあそしてミミグスラジはこうやってお送りしておりますけれども、はい、えどういったので見れるのか、うん、FM 那覇で月曜日の15時からも、はい、え放送しておりますけれども 生で聞くのを逃した方はどうしたいですかポッドキャストや YouTube でも過去の配信を行っているのでぐすらじと検索していただければ出てくると思うので気軽に持ち歩いて暇なときに時間があるときにながらで聴いていただければと思います。 はい、よろしくお願いします。ということでお知らせでした。はい、一旦で さあ耳ミグスラジオカトレジーナの提供でお送りしておりますがここで、えー、こちらのコーナーです。今週のプチッとヘルスケアはい愛のコーナーですねはい今日の、えー、コーナーはいえー、このコーナーどんなコーナーでしたっけ <laughs> と忙しい女性のためにはい。 ながらできるフジットヘルスケアをあのお気軽にできそうなものからチョイスしてお届けしておりますこのコーナーなんですけども先週あれでしたよねあの薬指をこう爪を爪もみやるだけで副交感神経が有利になってリラックスできるっていうお話でしたけれども今日は何でしょうか今日のテーマは下半身の引き締めです何かと せわしい年末年始を過ごしてだいぶ軽んでおりますはい体も重くなっておりますむくみとたるみが女性の敵が出てきてると思うんですけどもでもその中でもなんかダイエットとかっていうのはちょっとまた気が重かったりすると思うのでなんかよく言われるのがお尻をとと引き締めなさいっ言われる思うんですねそれだけでも要はお腹に力も入るので。 ちょっと一石二鳥でぽちゃっとお腹が上に上がるという<ー> <laughs> ものなんですけどその時に、うん、あの片足立ち皆さんできますか、うん ちでできますすよねよくおじいちゃん、おばあちゃんとかが片足立ちができないとかって来る人とかも多いんですよ、やっぱ筋力が落ちてとかもあるんですけどなので若い人とかは簡単にできると思うんですけどその中でも足を90度にしてしっかり30秒から1分を集中してキープできる。と足足をを度上げててき 90度にどこに上げるんですかあのももに引き寄せるようにああああの行進みたいな足の形をするとうですか行進足をもも上げみたいなもも上げを上にやって90度になるまで上げるで30秒から1分キープをするっていうのがあの結構きついんだちょっと結構地味にきついかもしれないですここでアズアズが挑戦しますはいそれでえっと 1> 1分から3、うん、あ30秒から1分を左右交互に2セットぐらいやるんですね。うん、で、うん、そこでながら運動で歯磨きをしながらとか、うん、何かそう、えー、要素を入れると結構難しくなってきます。うん、なのでちょっと意外にそのままだと簡単なんですけど,ど、ね、歯ブラシを入れたりとか。確かになんか違うこととを入れる 体のバランスを維持しようとする結構難しいんですよなので逆にあえてその要素をつプラスすることで頭を使いながらよりシェイプアップ引き締めができるということではいちょっと歯磨きをしながら今晩ちょっとやってみてくださいはいありがとうございましたアイのプチッとヘルスケアでした さあ耳薬ラジオ、今日は授乳のテーマでやっておりましたけれどもあっという間にお時間でございます。いねこの番組はですね安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できるコミュニティカトレジーナ共和国カトレジーナオンラインサロンの提供と沖縄健康追求ラボが主催ですね私、能見あずさとアシスタントシューピー。 アシスタントの愛でお送りしました来週は座る姿勢がテーマでお送りしていきたいと思いますのでぜひまたお付き合いください、はい、今日もありがとうございましたありがとうございました